さあ入るんだ。よし、今日からな、ここでしっかり反省するんだぞ。はい。ああ、今日から夢の一人暮らしか。状況か。あ、これつまらないもんなんですけど。状況かっつってんだ。なんだこれお前、どっから持ってきたお前の。あ、反省してんのかお前。はい、すいません、監視さん。監視さんっていうのもなんか堅苦しいですね。カンちゃんって呼んでいいですか。いいわけねえだろ。いいわけねえだろお前は。自分の立場分かってるかお前は。はい、囚人です。そうだよ。だからシューちゃんって呼んでください。分かってねえだろ。なんでお前をシューちゃんって呼ばなきゃいけねえんだ俺が。カンちゃん。カンちゃんって呼ぶな。なんだカンちゃんシューちゃんの中って。おかしいだろうがお前は。ったく。でお前は何をやったんだ。何やって捕まった風に見える。コンパ勝つんだろ。なんで俺で当てなきゃいけねえんだよ。巻き巣やってんじゃねえか。今となってなんであんなことしたんだって。あの時別の家に入ってればって。反省してねえだろお前。全然反省してねえなお前。だけんじゃないよ。しっかり反省するんだよ。ここでしっかり反省して罪を償って一刻も早くここを出るんだ。お前のおふくろさんも悲しんでるぞ。おふくろ。おふくろさんはどこ住んでんだ。三つ隣の牢屋です。親子でか。何してんだおめえんとこよ。遺伝です。遺伝じゃねえだろうが。どんな DNA だったく。監視さん、なんだよ。手紙が書きたいんだ。手紙が書きたい。何急にタメ口になってんだ軽くお前この野郎。手紙書きたいのか。よし、じゃあほら紙となペンあるから今のなこの反省した気持ちをしっかり書け。それ出しといてやるからな。あの俺文才がないからチェックしてもらっていいかな。うん、どれどれ。なになに。今年こそは任天堂 DS くださいサンタさん。子供かお前。何書いてんだこれ。毎年書いてるけど音沙汰がねえんだ。当たり前だろうがお前。音沙汰なんかあるかお前みたいなもんに。言ってんだお前。書いてんのやろお前。どこのこと書かねえんだよ。だからお前一人に構ってる時間ねえんだ。いやカンちゃん待ってくれよ。なカンちゃんって呼ぶなよお前。だったら普通になってきたな。一つ聞きたいことがあるんだ。隣の牢屋のやつは一体どんなやつなんだ。隣のやつはオレオレ詐欺だよ。お年寄りから金を奪ってたって最低のやつだ。物騒な世の中だな。お前が言うんじゃねえよ。おめえも空き地なんだよこの野郎。忘れんな自分の立場。ったくもう昼飯だからじっとしとけよ。ああだったらなんか買ってくるよ。ああじゃあ焼きそばパンでいいかな。焼きそばパンで行かせねえよバカ。行かしかうなよその流れで。どんな流れ逃げきてんだお前。じっとしとけよ。ふざけた野郎だ。ああちょっと退屈だから本でも読むか。おお読書か。それは関心関心。読書が趣味なんです。ああそうか、近い将来のために勉強してるんです。で何読んでんだ。プリズンブレイクです。脱走すんだろお前。脱走する気だろてめえこの野郎。どうしてるの。分かるわそんなもん読んでたらこの野郎。あふざけた野郎だなお前は。なんだあったく。そこに早く置いて出てってくれ。なんだ急に焦り出してお前。こんなことバレたら一大事だ。今何つった今。おい、いいから早く出てくる。お前なんかしようとして早く出てくんだ。なんだお前言え。何も隠してない。何を隠したに言え。代弁がしたいんだ。トイレかよお前。紛らわしいんだよお前。さっさと釣れよそんなもん。ダメだそんなとこでしたらみんなにいじめられる。小学校かお前。こんな誰もいねえんだからしろよ早くお前は。バカだな。痛い痛い痛い。ほらお前我慢してるからだろお前。何やってちょっと見してみろお前。おっお前動くんじゃねえぞ。何してんだお前。自分がやってること分かってんのかお前。落ち着け。動くなよ。これ以上罪を重ねてどうするお前。うるせえ。おとなしくしろ。なんだ今から俺の言う条件を飲んでもらう。条件なんだ。金か逃走用の車か。そんなんじゃねえ。なんだ今から言う条件飲んでもらうぞ。分かったよ。耳の穴かっぽじてよく聞きやがれ、その食事の入ってるピーマンを抜け。子供か。続いてはタカトシの最強コントが炸裂する。どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。そういう人もね、僕思うんですけどね。何ですか。こう大人になるにつれてね、ドキドキワクワクすることがなくなってきたなと思うんですよ。まあ確かにそうです ね、子供の頃とかいっぱいドキドキあったでしょ。まあまあありましたね、あの小学生のいたずらとか、ね、あードキドキしましたね、ピンポンダッシュとか、ね、あピンポンして走るんですよね。そう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 。よしじゃあ打つぞピンポンガチャッタッタッタ。中入ったねそれね。中入ったね。中入ってるね。あ、奥さん今日の晩御飯は。米助じゃねえかよ。どんだけ突撃してんだよ米助。突撃レポーターですから。違う、ピンポン押してダッシュして逃げるとかね。そうそう逃げるとかやりましたね。あと中学ぐらいになったらドキドキするしたらね、初めて自分の部屋にね、あの女の子入れる時ね。あ、女の子初めて呼ぶのはね、ドキドキしましたね。ドキドキしますよね、実家にね。うん、入っていいよ入って。お邪魔します。あ、初めましてお母さん、今日の晩御飯は。米助じゃねえかよ。
どんだけ突撃するんだ。突撃ですよ。なんで中学生が入れなきゃいけないんだよ。そんなんじゃないでしょ。部屋に入れてね、なんかポスターとかいじられて恥ずかしいんですよね。なんかね、へえこういう部屋に住んでるんだ。あ、ポスターが貼ってある。あんま見ないでよ。へえこういうのがタイプなんだ。いや、そういうわけじゃないけど。悔しいけど綺麗だもんね。そう。富士山。貼ってねえよ。なんだ富士山ってよお前。え、これ予定ですか。貼ってねえっつってよ。あ、そうなん。いやだから、なんで山のポスター貼んなきゃいけないんだお前。渋い中学生だね随分。アイドルのポスターとか貼ってなんか恥ずかしいなみたいなあるんですよね。恥ずかしいんですよ。でまあまあいい感じでキャッキャキャッキャしたらね、そう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 、それがいい雰囲気になってこう無言で見つめ合ってるなんかしてね、こうヤンキーかお前。お前ドロクロ級ヤンキーかっつってんだよお前。俺の車ドキンだから、ね、ヤンキーかってお前。ドキンとかじゃねえだろうがお前。いい雰囲気になってけよ、手をグッと掴むんですよ、こうね。ヤンキーかって、だからお前なんでそこで根性焼きしちゃうのあんた。違う、そこはほっぺにチュでしょ。あ、ほっぺね。ヤンキーかってだからお前。ほっぺにチュじゃねえかそれじゃ、これ。 あバナナ食べる。モンキーか。いや何がモンキーじゃないか。お前がまた何なんだお前モンキー。そんなんじゃねえだろう。いい雰囲気になるの。いい雰囲気になるんですよね。でこうイチャイチャしてたらね、そうそうそう、階段上がってくる足音がするんですよね。母さんだ。ガチャ。あら、お友達。急に開けんなよ。よくもまあ堂々と人の家に上がり込んで、この泥棒猫。昼ドラかお前。なんで泥棒猫とか言うの。可愛い子のお名前なんていうの。ひろこだよ。もうひろこちゃん可愛い。ミオちゃんなんていうの。田中だ。ごめんなごめんな。田中ひろこ、別れなさい。今すぐ別れるのよ。何言ってんだよ。だってあなたたち兄弟なの。昼ドラかってだからお前。なんだその急な展開はよ。そんなんじゃねえだろうが。もう挨拶したらすぐ帰るよ母さんは。もうちゃんとゆっくりしてってね、うん、はい、帰れ。めぎつね。昼ドラかってだから言うなよそういうこと。お前はどうしたどうした母さん。お腹に赤ちゃんが。あなたの子よ。昼ドラかってお前。なんだそのドロドロした展開。これもう名前は決まってあるの。あ、おしん。朝ドラかお前それ。朝ドラじゃねえか。まあ朝おしんはお前。眠いよのび太くん。夜ドラか。何それ。いや何それ。夜ドラじゃねえか。いや夜のドラえもんじゃねえか。そんな言葉あるか。夜のドラえもん、夜ドラなんかあるか。そんなもん。うぜえこの野郎。あるわけねえじゃねえか。うぜえこの野郎。お前クビだお前は。あ、クビだ。リストラか。いやだからお前が勝手にやってるだけだからね。オスカル、アンドレ、ベルバラか。はい、失礼します。今年も残念出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね。感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。早かったです ね、来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね。役者ドラマに出たいです。ドラマね、はい、何のドラマがいいの。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう。あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込みね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾を荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうこった。ま、一息つきましょうよ。おお、気が利くじゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし OL か。なんで俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。いや一息でメイクしてねえし大体が。あ、そうそう、腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチかおい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ああ、ケフテですとメジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ああ、ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。ああ、飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。ああ、いや違う、こういう状況で食うのあるだ定番のあれ。ああ、パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。ああ、何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね。ああ、ここスイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。ああ、残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこんなやつ。いやいや、俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ取り調べなんかみたいな迫力があって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メス、メス、取り調べ見たことあんのかおい。ヒヨコのオスメス調べる取り調べとめ、刑事ドラマで見たことで全然分かってねえじゃねえか。オスメス難しいんだ。首ばっかかしげて。全然できてないねお前ね。俺はもっとね、緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何を。だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。あの銀行強盗で。そう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 、あれ確かにいいね。あれいいでしょ。うん、おい現場どうだ。はい、銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ、まずい。それとライガーです。なんでだよおい。
なんでライガーとか出したの。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーを押されたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい、愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してて、一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんで俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだいいか、受けたことがないんだから。ここはもうしょうがないもん。忘れる忘れるお前は。で犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん、隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてんだ。撃ちますか。撃ちますか。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだね。はい、こんなんですね。こんなんとは言ってねえ。名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとかが。犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ。左手には星を持ってます。スターマリオだ。無敵で触ったら振ったことだ。うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間であれお前。犯人の特徴はキリストのような見た目でヴェルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。分かったよ。日本のために聞かせたんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せろと。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。サワホマレを中心としたイレブン。なでしこ。アミーゴ。メキシコ。サヌキうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのかお前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶの泣き落としみたいな。犯人お前の母さんが来てくれたぞ。早く自首しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺す。おめえも犯人みたいじゃないかお前。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちのトシが出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さん、お願いします。あんた、どうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしら餅をもらって。お前、じいさんなんて名前だ、おい。クソ吉です。どういう一族だよ。何クソ残しで来ちゃってんだよお前は。いいからちゃんとして。お母さんお願いします。あんた今日晩ご飯いんのかい。のんきだなお前。いかがですか。ちょっとどんどん雨が強くなってくれてないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようも。おい、こんなとこに洞窟があるぞ。入ろう。どうした。入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。何くらったの気持ち悪いのお前は。いいから入るぞ。はあ、いやー、これで少しはしのげるな。いやー、それにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ。世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。チョコモナカって美味しそうだなお前。え、言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな、今助け呼ばなきゃ。そうですね。よし、救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました。今から乗ろしてあげます。昔かお前。時間かかるわこんなもんお前は。よ、じゃあこれで必要ます。いや昔かて、トラがいて。おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや昔かてお前、電車待ってて。いや全然飛ばねえじゃねえか。全然飛んでねえだろ。発生じゃねえかあれ。飛ばねえだろ最初から。何をやってや。通信機を使え。通信機を。ここ通学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前のせいで聞けって言ったらこの野郎。違うだろうが、通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろ。ああ、ちょっと待ってください。お前は使えねえな。はい、これ。うわー、聞こっかこっ。トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんなの持ってきてんのお前。いや頂上ついたら遊ぼうと思って。子供かお前。こんなもんいらん。トランシーバー出せよ早くお前はよ。トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。何なんだ余計なもんばっかり持ち。全然肝心なもん持ってきてねえじゃねえかよお前。ほんと遭難しまったよこれじゃ。そうなんすか。親父かお前。余計なこと言ってんじゃねえよ。何なんだお前はよ。ったく使えねえな。腹立ってきたら腹減ってきたよお前よ。ったくなんか食うもん持ってねえのかお前。ありません。ったく何も持ってねえな。じゃあなんか寒さをしのぐもんねえのかよ。はい、ちょっと待ってください。カバンに入ってるのは。もうなんか出してくれよ。アロハと、カイパンと、シュノーケル。ハワイかお前。もうバカンス気分だろてめえよ。何してんだよ。誰を見てんだそれで。ちゃんとまともなもん持ってこいよお前。ペナントと、
木刀とキーホルダー。修学旅行かお前。どこで買ったこのお土産。あるかお前、登山途中にあったくよ。なんだお前、何も使えねえな。あったか。いやでも先輩、僕もめちゃめちゃ腹ペコなんすよ。えなん、あ、そういえば俺チョコレート余ったぞ、食うか。いや俺甘いのダメなんだ。わがままかお前。ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に。なんだよ。あ、そういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ、飲もう。いや俺エスプレッソしか飲んだ。わがままかってだから。飲めんやてね。なんだお前、もういいよ勝手にしろ。たくでもこの後どうなっちゃうんすかね。大丈夫だ、必ず助けが来る。来るわけないじゃないですか。なんでわかんだそんなこと。まだ気づかないんすか。何がだ先輩ね、すげえ嫌われてるんすよ。嫌なこと言うんじゃねえよてめえ。誰が嫌われてんだこの野郎。今日だってね、これじゃんけんで負けてきたんだけど。罰ゲームじゃねえかそんなの。罰ゲームですよ。罰ゲームですねえよこの野郎。絶対来るに決まってんだろうがお前は。何言ってんだよ。はあ、どうした。今日は13日の金曜日ですよね。ああ、確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよお前。真っ只中だよ今よ。今これは分かるだろこの状況。まあでも雨に当たって体が冷えてきたな。はあ、おいお前まさか眠たいんじゃないだろうな。すいません、なんだか急に眠気に襲われて。バカ野郎お前、こんなとこに寝たら凍えてるぞ。もう我慢できない。何言ってんだよ。布団引いてパジャマに着替えなきゃ。自宅かお前。がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前。あでもな、いつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ。バイバク先かお前。枕も太もねえよお前。気が持てよ気管を。大丈夫ですよ、本当に危なくなったらね、僕はおならをします。スカンクかお前は。何なんだお前は。全く気管持ってやれよ。あー参ったな。でもこのままじゃどんどん眠くなる一方です。そうだな、なんかいいアイデア。そうだ、歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょう。そりゃいいな。よし歌おう。ねんねんころりバカ野郎お前は。なんで子守歌歌っちゃうんだそこでお前。寝ちゃうだろうかそんなもん。なんかもうとにかく、まあ寝ちゃいけないように、まあとりあえず休まなきゃいけないな。そうですね、休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おう。わかりました。よし、はあ、寝た？大丈夫だ、起きてる。クラスで好きなやついる？修学旅行かお前。何なんだお前。3番目から言いやない。うるせえよお前、この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎。あ、まずい、ますます雨が強くなってるぞ。これじゃ降りるに降りれないな。まいったな先輩。寒いっす。え、ここ死にそうだ。困ったな。よし、しょうがない。ほら、いや、これを着ろ。いいですよ先輩。遠慮する。いやいいです。いいから着ろ。いやいいです。俺のことは構わず。いいんですよ。なんでだ。オレンジ着るとデブに見えるから。おしゃれかお前。どうでもいい。嫌ですよ、しかもこれダセーし。ダセーとかいいんだよそんなもん。どこのメーカーっすか。いい一流登山メーカーだこれはお前。なんすかこのセーター。カシミヤだぞお前。そんなどうでもいいだろう。あーでもこのままうじうじしてても始まんない。え、俺助け呼んできますよ。何言ってんのおいバカ。無茶すんなおい。大丈夫かこんな嵐の中。先輩大丈夫ですよ、助かりました。え、本当か。助けが来ました。何だって。猿犬キジが。桃太郎かお前。いるわけねえだろそんなもん。これきびだんごか。誰がきびだんごかだってねえのきびだんごじゃん。バカじゃねえぞこの野郎。きびだんごだろ。あ、雨が止んだぞ。よし、今のうちに降りるだけ降りよう。よし行くぞ。じゃあこっちから降りような。先輩急げ。なん俺無理です。は、先輩一人で降りてください。何言ってんだお前。ここまで来たら一緒に降りる。お前まさか怪我してんじゃねえだろうな。お前足怪我したろ。どこで怪我したんだ。洞窟に来る前からです。なんで早く言わねえんだそんなこと。しょうがねえな、乗れ。無理です先輩。いいから。大の大人を担いで下るなんて自殺行為だ。お前ほっといていけるわけねえだろ。乗れ先輩。で、足は骨折か捻挫か。むくんでるんです。上司かてね。歩けそれぐらい。かお前パンパンで。パンパンでじゃねえだろうかこれじゃ。ヒールも履けない。なんでヒールアゴってせえだこのやろお前。あっ、救助のヘリだ。近くに着地したぞ。よし、これで助かったぞ。なあ、そこまで歩けるな。無理です。なんでだ、むくんだだけだろうかお前よ。僕はヘリには乗れません。なんでだよ。高いところが嫌いなんだ。わがままか。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。うんうん。さーてと、今日も一日疲れたし、風呂でも入って寝るか。しゃ。誰だこ、おお。
私が誰だか分かる？誰って俺の奥さんだよ。クイズかお前。何がピンポンだよお前。しめんどくせえことしてね。どうしたんだよお前急に。わざわざ東京から大阪まで来たの？ええ。なんだよ。来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠？浮気の証拠よ。お前来ていきなり何言ってんだよお前。浮気なんかするわけないだろ。どうかしらね。じゃあ何よこのワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミつってんだからお前シメるみたいに言うんじゃないよ。じゃあ何よこの鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうがあんな臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った？そう？まさか誰かが料理を作りに来てるの？そんなわけないだろう。来てるんでしょう。原付でおかもち持って出前か。30分以内に来るんでしょ。ピザ屋勝つんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる？ちゃんとしたものはなかなかな。食べれてる？いやいやまあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる？猿山か。あんたボスとかお前餌とかあるわけねえだろお前。普通に食ってるよ、うん、そうだあなたのためにねこれ持ってきたの。うわー久々だなお前の手料理。あれ中身は？大変だったよこの弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよバカかお前。中身作れよ。いらないよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれあ？あなた服の趣味変わったんじゃない？いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。マリオかマリオじゃねえかこれじゃよ。あんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょうキノコ。マリオかってだから追っかけてどうなの。一気増えんのか俺。僕らはねえだろうがお前。何言ってんだよお前。あやだってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろそれはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。選択肢おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの。ちょ落ち着けよ。もう座れよお前さ。まったく俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは何か変わったことないかな。そうね亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああそうかそうかそんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あそうそうあと家が火事で全焼した。先言えよお前。一大事じゃねえかそれ。ファイヤーファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。リポフィールド生えんだよそんなもん。俺んじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いや違う。あなた。いや誰が来たのよ。分かったわ。何山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達っていうのお前。山達しかたしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。すごく怪しい。いや別にああ何よ。なんで歯ブラシが2本もあんだよ。買い置きしてただけだよそんなもん。ますます怪しい。ああなんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなことあるだろスピーカーなんかお前。ああこの写真の女誰よ。お前だろどう見てもお前っきりお前だろお前よ。ああ何この名刺。女の名刺じゃない。いや取引先だろ。会社名も書いてんだろ。え佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。はこの女はねあなたと血を分けた兄弟なの。ヒルドラか。急にドロドロしやがって。この辺どっかに隠れてみね。隠れてね。出てきなさいこのメス豚。ヒルドラ活性だよ。何なんだよお前ダクラは。浮気浮気ってよ。いい加減にしろよ。俺はな神に使ってもな浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからな。ごめんなさい私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだよ。でもごめんな俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさお前に心配かけ。もしもし
あ、たかし？私、うん。うん、全然大丈夫。今一人、うん。え、マジで会える？わかった。いつものホテルのロビーね。はーい。おい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 。お前まさかその電話、浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい！離婚！どうもー！どうも、よろしくお願いします。うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いやそうですよ、本当にお客様の条件全て満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい、じゃあの防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャックを開けたらスッと中に入ります。テントかっつうんだよそれ。入られ放題じゃないそれ。差がありすぎますよちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、26、それは安心ですね、はい、あとあの窓も2枚重ねとなっておりまして二重差し、それは静かでいいね、はい、家賃の方も私と大家さんの両方から、うん、二重世紀バカ野郎お前。二重席そこいらねえんだよ。冗談ですよ。何すか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうか。ああ入りましょう、ね、入りましょう。はいはいはい、ここね、なかなか立派だな、はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい、ほうほう、なるほど、なるほど、こうなってるわけですね、はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける彼女か。何言ってんだよあんた。あ、大きめのスウェット出そうか。彼女かっつってんだよ。明日朝早いけど気づかず彼女かってうるせえな。なんでここあんたんちになっちゃってんの。まあまあ冗談ですから。冗談って何なんですか、気にしないでください。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね、まあ、天井は高くてね、筒抜けになってます。吹き抜けみたいに言うんじゃねえよ。どこに情報漏れんだよ、あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前、うん、そんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。風当たり強かったら。あ、そうですか。何言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。へ、実は私には2人の兄がいたんですよ。はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え、藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。3匹の子豚かお前。3匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもんお前。レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろってね。あとトイレの方ですね、和洋中から選べますけど。中ってなんだよそれよお前。中華ですよ。洋式でいいよ。洋式で。洋式でいいですか。あ、わかりました。キッチンは、キッチン、あ、キッチンはこちらなんですけどもね、おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つついてきます。通販勝つんだよ。何よそんなもんよ。あと火を起こす際には下にですね、板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か、クロマニヨン人か。誰が誰がクロマニヨン人だてめえ、この野郎。ごめんなさい、冗談です。冗談じゃねえだろ、これ叩いたろってめえ。冗談ですから、そんな。冗談じゃねえだろうが。こんなに見てくださいよ、ほんで、まあまあまあいいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの。最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか、ね、バカかお前。なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ。ああ、すり足で10分で。力士勝つんだお前。二人三脚で15分やらねえよそんなもん。30人31脚だと15分。子供たちかお前。やってたんかそんなこと。結構早いんですよ。早いんですよじゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの。徒歩で5分ぐらいですかね。ああそうなの。冗談です。冗談なのかよ。いや6分かんねえじゃねえか出しててめえ、ああそうか。そうですよ。まあまあまあ、うん、駅からも近いし。どうしますか。決めちゃおっかな。あ、お目が高いですね、まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、押し入れにね、全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろお前。おまけでねえかそんなもんお前は。階段ですよ。いや階段ですよじゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよお前。冗談です。冗談なんか、はいはいはい、あ、じゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、はいはい、借りちゃおうかな。あ、借りますか。うん、困ったな。え、ちょっとね、貸せないんですよ。はあ、全部冗談だったんです。いい加減にしろ。頑張ってるな。この調子だと志望校は合格間違いなしだな、うん、それがなかなか進まないんだよ。え、どうしたんだ。やっぱりボイラー技師の勉強は難しいね。何の勉強してんだよ。お前何になりたいんだ。中学受験だろ、そのために頑張ってんだろうが。分かってるよな。あ、まあ父さんにできることあったら何でも言ってくれ。父さん頑張っちゃうからな。父さんがあと500万積んでくれたら合格だよ。裏口入学か。焦るかそんなもの。何言ってんだ。でもどうだ、勉強ははかどってるか。そんなわけないだろ。え、明日の献立のことで頭がいっぱいだよ。中学かお前。冷蔵庫の残り物も片付けなきゃいけない。主婦かつだから。そんなお前考えなくていいんだよ。あ、コロッケが半額になる時間だ。いや主婦かって言ったことないよ。コロッケなんか買いに行かせるか、まったく。勉強の見通しの方が立ってるのかってことだよ。こんなこと言うのもなんだけど、はっきりと見えたよ。お、合格の道がはっきりと見えたか。向かいのマンションの OL は10時に着替えるんだ。覗きかお前。何見てんだお前はよ。違うだろうが、合格の見通しは立ったのかって言ってんだよ。俺自信がないよ。何を弱気なこと言ってんだ。この1年間一生懸命頑張ってきたんだろ。そりゃまあ
声にクラブ活動に頑張ったよ。勉強してねえじゃねえかお前。勉強してる。いや勉強じゃねえよお前は。何やってたんだよ。ったく。そんなことよりな、父さんがほらお前のためにお守りだからこれな持ってきなさい。そんなのいらないよ。なんでだ。僕は縁起を担ぐタイプじゃないんだよ。そうか。じゃあ夜食作ってあげる。何がいい。カツ丼かカツカレー。思いっきり担いでんじゃねえか。思いっきり気にしてんじゃねえかそこらへん。勝つという意味だよ。勝つという意味分かってるよそんなことは。何を言ってんだ。お守りいるだろお前も。実はね僕自分でお守りももらってきたんだよ。神社に行って。そうか、うん、じゃあ2個もあれば絶対合格だな。どれどれ、安産祈願。バカ野郎お前。いらないだろ今のお前には。こっちだけでいいんだよお前。何をしてるんだ、ったく。とにかくな、じゃあ父さんが夜食作ってくるから。何がいい。メニューをもらおうか。あるわけねえだろそんなもん。ごくごく簡単なもんしか作れんよ。何がいい。じゃああん肝。おっさんかお前。ちゃんじゃ。おっさんかつタコワサ。おっさんかって。じゃあ裸になってポーズ取って。デッサンか。何が何を決めたでも変じゃないだろ様。もう飯作ってやらんからなお前には。ったく。なんだよその言い方。なんでやっぱりだよ。何がやっぱりだよ。驚かないで聞いてよ。なんで。父さんはね、父さんはね、僕の本当の父さんじゃないんだよ。そんな、なんでお前が知ってんだよ。これ逆だろっす。なんで俺記憶にねえんだそれ。何言ってんだお前バカな子ばっかり。お前はな、父さんに言われた通り勉強だけしとけばいいんだお前は。いい加減にしてくれよ。なんだ。俺はね、今まで一生懸命勉強してきたよ。優等生演じてきたんだよ。同級生が遊んでる時だってね、一生懸命勉強だけやってきたよ。父さんが敷いたレールの上歩いてきたよ。だけどね、夢を見つけたんだよ。その夢にね、勉強なんか必要ないんだよ。その夢ってのは一体何だ。医者だよ。勉強しろよ。何言ってんだよお前。あ、ジークだ。覗きをするな。頑張ってやっていかなきゃいけないですよ。久々ですからね。そうですよね。まあ、元気出してね、頑張っていきたいんですけども。やっていかなきゃいけないですね。まあそれしても僕最近ね、子供の頃をね、よく思い出すんですよね。お、子供の頃ね、楽しかったですからね、子供の頃。何も悩みなくて楽しかったですよ、やっぱ子供の頃ね。まあ、確かにそうですよね。何が一番楽しかったですか。僕ね、小学生の頃なんかベタですけど、遠足なんか楽しくてね。あ、遠足ね。みんなでこう、ワイワイガイガイ山登りとか行ったじゃないですか。もう一生懸命登りまして、あんなね。楽しかったですよね。楽しかったですよね。何が楽しいってね、おやつの値段とか決められててね、その中でこう、やりくりするのが楽しかったですよね。そうね。おやつの話になると必ず出る質問とかありましたもんね。ありましたね。バナナはフィリピンですか台湾ですか。産地はどこでもいいや。別に。カレーは飲み物ですか。そんなことないよ。食い物ですからあれは。キスは浮気に入りますか。何の質問してんだそれはよ。全然わけわかんねえだろ。バナナおやつに入りますかって質問だろ。そうですよね。まあまあみんなで行くんですけどね。最初に記念撮影するんですよね。そうそう、思い出撮るってね。じゃあ俺のカメラ撮ろうぜ。あ、いや、はい、チーズ。昔かってだから。いつのカメラ使ってんだそれよ。普通のカメラ使えよお前。行くぞ。はい、ポーズ。昔かってだから。なんで敬礼しちゃうんだお前ここで。いや、ここの角度どうでもいいんだよお前。ピースとかしろよそこは。ピースとかするんですよね。そうですよね。ほんでね、もう子供だからもうね、遠足ったらテンション上がっちゃってね。そうですよね。何見ても大騒ぎですよね。うわ、トンボだトンボ。うわ、テフテフだ。昔かってだからお前。ちょっと上やそこはお前。うわ、飛行機だ。ゼロ戦だ。昔かってだからお前。防空ゼリー。昔かって。送りのために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 。なんでこっち昔も昔と。なんだお前、わけわかんねえの。お国の。お国の。お国のって嫌がって。昔のは自分ですよ。見たいな。舞い上がってか小坊主。どんな時代背景でやってんですかあんたは。あ、ズックの紐が。昔かってだから。靴と言えやそこは。明日から寺子屋やだな。昔かってだから。学校と言えそこはお前。これ舶来も。昔かってだから。輸入品でいいじゃねえかお前。どんな時代背景だ。そんなんじゃないでしょ。やっぱりね、でも遠足ったらお菓子の時間、これが楽しい。昔かって。なんでだよお前。俺はそんなことねえじゃねえか。今も昔もお菓子はみんな大好きだろお前。昔ね、よしお菓子食わねえ。お前何持ってきた。乾パン。昔かってだから。芋。昔かってだから。お菓子の時間つって。じゃあお前何持ってきた。ポテチ。お菓子か。お菓子じゃねえか。お菓子の時間ですからね。あとチョコ。ギブミチョコ。だから昔かってお前。どんだけチョコに食いついてんの。ギブミ芋。いや芋はお前が持ってきてんじゃねえか。じゃがいも。誰がじゃがいもだ。せめて里芋にして。里芋。里芋でもねえよゼラ。そんなんじゃないんでね。頂上着いたら双眼鏡でね、みんな景色を見るんですよ。うわ海だ。うわ船だ。黒船だ。昔かってだ。フェリーだ。昔かって。ザビエルだ。昔かって。ガンジーだ。誰がガンジーだこれ。誰がガンジーだ。コンタクトにしたんです。いやガンジーじゃ。コンタクトにした。ガンジーじゃございません。ガンジーじゃない。マサオカ式か。いやそんなことない。いやマサオカ式じゃない。あんたがそういうふうにやってるだけで。クロマニオン人か。お前がやってるだけじゃねえか。そんなつもりね。ジャバ原人か。何でもいいじゃねえかそんなもん。ネアンデルタール。うるせえな。何でもいいっつってんだよそんな。
なんか言えよ、なんか例えてから突っ込めよ、これら、お前、そんだから突っ込んで、だから叩くだけだったらやらすなっつってんだ、そんなの、そんなんじゃないでしょ、そんなんじゃないでしょ、帰り際に必ずハプニングでね、うん、帰りの天候取るって、必ず一人いないやつがいるんですよね、先生、後藤君がいませんよ、ね、もうしょうがねえ、うん、みんな探すだけ探したら、そこの影からひょこ、恥ずかしながら帰ってまいりました、昔からって、もうって言うわ、どうも。おお、来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって。いや、師匠がね、退屈してんじゃないかなと思って、本持ってきたんですよ。おお、気が利くじゃねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。OL か。ただで配ってるやつじゃねえか、これ。いやー、でもほら、お金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよ、お前。聞いてるぞ。もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おお、そうか。はい。でもな、お前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってね、ツッコミね、もう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや、今やらなくてもいいよ。ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺とのだカモカモだけだもんやろ、お前は。何しに来てんだお前。実はなんだ、今日は大事な告知があってきました。告知？言いにくいんですけど、年内中に、そんな、初めてやるんで見に来てください。ライブ告知かよ。すっと言え、そんなこと。お前びっくりしただろうが。たくよ、でも師匠、死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよおめえは。もし師匠が死んだら、もし師匠が死んだら、一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談っすよ。冗談じゃねえよ。たくでもな、おめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな、自分が一番よく分かってんだよ。え、嫌ですよ師匠。何言ってるんですか。俺ももう長くねえ。持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月バナナでしょ。バナナ以外にもあんだろうがよ。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ。こら、真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ師匠。それでな、お前に頼みがあるんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。
2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえ。やめろ。それこれ、お前全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか。これはお前めちゃめちゃだな。お前もういいよ。お前の話してること全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあお友達の方。いいともか。もう帰れ。おお、来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって。いや、師匠がね、退屈してんじゃないかなと思って、本持ってきたんですよ。おお、気が利くねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。OL か。ただで詰まってるやつねえか、これ。いやー、でもほら、お金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよ、お前。聞いてるぞ。もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おお、そうか。はい。でもな、お前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってね、ツッコミね、もう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや、今やらなくてもいいよ。ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺とまたパパパパだけだもんやろ。お前は何しに来てんだ。お前実は、なんだ、今日は大事な告知があってきました。告知？言いにくいんですけど、年内中に、そんな、初めてやるんで見に来てください。ライブ告知か。すっと言え、そんなこと。お前びっくりしただろうが。ったくよ。でも師匠、死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよ、おめえは。もし師匠が死んだら、もし師匠が死んだら、一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談っすよ。冗談じゃねえよ、ったく。でもな、おめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな、自分が一番よく分かってんだよ。え、嫌ですよ、師匠。何言ってるんですか。俺ももう長くねえ。え、持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月ってバナナじゃん。バナナ以外にもあんだろうがよ。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ、こら。真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ、師匠。それでな、お前に頼みがあるんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえ。やめろ、それこれ。お前全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか。これはお前めちゃめちゃだな。お前もういいよ。お前の話してること全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあお友達の方。いいともか。もう帰れ。そしてこの初登場から1年後に反響を呼んだタカトシの強烈コント。おはようございます、師匠。おはようございます。来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって。いや、師匠がね、退屈してんじゃないかなと思って、本持ってきたんですよ。おお、気が利くねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。 OL か。ただで詰まってるやつねえか、これ。いやー、でもほら、お金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよ、お前。聞いてるぞ。もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おお、そうか。はい。でもな、お前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってね、ツッコミね、もう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや、今やらなくてもいいよ。ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺とまたパパパパだけだもんやろ。お前は何しに来てんだ。お前実は、なんだ、今日は大事な告知があってきました。告知？言いにくいんですけど、年内中に、そんな、初めてやるんで見に来てください。ライブ告知か。すっと言え、そんなこと。お前びっくりしただろうが。ったくよ。でも師匠、死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよ、おめえは。もし師匠が死んだら、もし師匠が死んだら、一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談っすよ。冗談じゃねえよ、ったく。でもな、おめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな、自分が一番よく分かってんだよ。嫌ですよ、師匠。何言ってるんですか。
俺ももう長くねえ。持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月バナナですよ。バナナ以外にもあんだろうがよ。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ。こら真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ師匠。それでな、お前に頼みがあんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえ。やめろ。それこれ、お前全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか。これはお前めちゃめちゃだな。お前もういいよ。お前の話してることは全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあお友達の方。いいともか。もう帰れ。はい、ね、もう今年も残念ながら出させていただくということで、ね、いや嬉しいです。本当にね、感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったですね。来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね。役者ドラマに出たいです。ドラマね、何のドラマがいい。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう。あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込みね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾を荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうことだ。ま、一息つきましょうよ。おお、気が利くじゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし終えるか。まず俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。じゃ一息でメイクしてねえし大体が。あ、そうそう、腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか。おい、何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ああ、ケフテですとメジメッキチョルバスです。これはなんだ。トルコ料理です。いや知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるじゃん、定番のあれ。ああ、パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。ああ何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね。ああ、ここスイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。ああ、残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや、俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ取り調べなんて。いいね、迫力あって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メス、メス、取り調べ。見たことあんのかおい。ひよこのオスメス調べる取り調べとめ、刑事ドラマで見たことで全然分かってねえじゃねえか。オスメス難しいんだ。首ばっかかしげて全然できてないね。いやいやお前ね。俺はもっとね、緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何を。だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。あ、銀行強盗で。そう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 、あれ確かにいいね。あれいいでしょ。うん、おい現場どうだ。はい、銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ、ま、ずそれとライガーです。なんでだよ。なんでライガーとか出す。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーを押されたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい、愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前、緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんでな俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだ、いいか。受けたことがないんだから。ここはもうしょうがないもん。忘れる忘れるお前は。で、犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん。隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてる。撃ちますか。撃ちますかで、街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴。見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだよね。こんなんですね。こんなんとは言ってねえよ。名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとかが。犯人の特徴。イタリア系アメリカ人ですね。外国人の反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ。左手には星を持ってます。スターマリオだ。無敵で触ったら振ったもんだ。うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間であれめ。犯人の特徴は。キリストのような見た目でベルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど。
ません。ラモスは誰よりも日本人です。分かったよ。日本のために帰化したんです。悪かったよ。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せるとき。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。サワホマレを中心としたイレブン。ナデシコ。アミーゴ。メキシコ。サヌキうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ、俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやりとりしてんのか、お前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶ。泣き落としみてね。犯人、お前の母さんが来てくれたぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺すぞ。おめえも犯人みたいじゃねえかよ。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さん、お願いします。あんた、どうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしら餅をもらって。お前、じいさんなんて名前だ、おい。クソ吉です。どういう一族だ、おい。何クソ残しで来ちゃってんだよ、お前は。いいから、ちゃんとして。お母さん、お願いします。あんた、今日晩ご飯いんのかい。のんきだな、お前。いかがでしょう。まあ、でも今日から新弟子が来るっていうことだからな。あいつは確か新弟子の、ほう、稽古場まで釣り足で来るとは感心感心。おい、釣り足は土俵の上だけにしとけ。いや、さっきそこで犬の糞踏んだんです。バカ野郎、お前。汚ねえな、お前。どこにこすりつけてんだ、この野郎。糞はよく取れるんだ。取れるで。新鮮な場所慣れてんだ、この野郎、お前は。親方の糞ですか。なんで俺が糞しなきゃいけないんだ、お前。ここにあったか。ここにあったじゃねえよ、お前、この野郎。とんでもねえやつだな、お前。今日からお世話になります。新弟子の鈴木です。お前か。今日から厳しい稽古始まるけども頑張れよ。はい。うん。まあでも、なかなか体格はいいじゃねえか。親方ガリガリっすね。うるせえんだよ、おめえ。病気っすか？病気じゃねえよ、おめえ。俺が引退してからダイエットしたんだよ。ダイエット僕にも教えてください。バカか、お前は。なんで相撲取るか痩せてんだよ、お前は。お前太れ太れ、もっと。で、お前なんでこの世界入ったんだ？将来立派な、ちゃんこ屋になりたくて。大回りだな、お前。大回り、板前なるやじゃ。いや、でも元力士って方が説得力あるんですよ。知らねえよ。玉川力さんのところも。いや知らねえって。あの、ちゃんこダイニング分かる。なんでもいいわ、うるせえな。でも説得力あるからみんな行くんですよ。お前のせいで。全部が作ったのは。うるせえ、つうんだ。うまそうなんですよ。何を急に興奮してんだ、お前は。知らないよ、お前。で、お前もともと聞いたところによるとサッカー部だったらしいな。はい。なんで相撲取りになったんだ。姉が勝手に応募しました。ジャニーズか、お前。ジャニーズじゃねえか、そんなの。ジュニアからやるつもりです。無理だよ、そんなもん、お前。取ったジュニアなんか聞いたことねえよ、んなもん。まったく、大丈夫か、お前。消えるてけよ。はい。今日から一人前のな歴史目指して頑張れよ。はい。ほんで、お前、番付で言うと、とりあえず、どこら辺が目標なんだ？とりあえず、おむすび。小結びだよ、お前。なんだ、おむすびって。この後はやっぱり横綱ですかね。おー、頼もしいじゃねえか。うん。じゃあ、横綱になったら何がやりたい？時々、モンゴルに帰りたいですね。朝青龍か、お前。巡業サボって、サッカーがしたい。朝青龍かっつってんだよ、お前。朝はヨーグルト1個。は？朝小食か。何が？朝朝食じゃないですか。いや、お前が、ヨーグルト1個なんだ。言うか、てめえ、誰の頭叩いてんだ、この野郎、お前。すいません、北方。ラーメンか、お前。北方って何？親方だよ、お前、この野郎。舐めてんだろ、俺の方。いや、そんな、舐めるわけないじゃないですか。親方は現役時代、偉大な力士だったんですから。まあね。決まり手の豊富さから、ついたあだ名が、技のデザート。パティシエか、俺、お前。シェパード？いや、犬か、俺。アパート？木造建築か、この野郎。うん、技のデパートだよ。百貨店か。百貨店だよ、お前。てめえ何叩いてんだこの野郎。ごめんしろよお前は。そんなことより親方、僕のしこ名を決めてください。お前まだ決めてなかったな。はい。そうだな。なんかどんなしこ名がいいとかあるのか。やっぱりシンプルに鷹の花って。でけえよお前いきなり。いきなりでけえよ名前がよ。高見盛りでもいるんだよ高見盛りはいる。じゃあ鷹の百合でお願いします。ビューティークリニックか。腕かけるじゃねえかそんなの。じゃあ鷹人で。屋敷鷹人じゃねえかそれじゃよ。鷹目。チェッカーズカップだよ。シャクシャだなもういいよ。お前、しこな俺が来場所まで考えとくから、お願いします。稽古だ、稽古。な、はい。稽古が一人。その前に、僕の技を見てください。お？なんだ？お？なんだ？お？お前な、俺に猫騙しは効かんぞ。いや、猿騙しです。誰が猿だってね。誰が猿だ、お前もやろ、お前。ダメじゃねえか、お前。そんな小手先の技なんかいらねえんだよ。はい。まずは基本が大事だ。わかりました。すり足やってみろ、すり足。はい。ああ、全然ダメだ、お前。もっと腰を落とせ。すいません。ついうっちゃり。うっかりだろうが、お前。なんだ、うっちゃり。怒った怒った怒った。同時か、お前。残ったみたいに言うんじゃねえよ、お前はよ。真面目にやれよ、はい、お前は。次からはちゃんこします。ちゃんとしますだろうが、お前。
なんだ相撲ダジャレばっか挟みやがってこの野郎。行事よく、行儀よくだろお前。なんだそのたどたどしいのはお前。前頭、それは何なんだそれは。そのダジャレの原型がわからんわ。前頭、なんだ、すいません、全然合ってないわそれ。なんだお前。愛じゃねえだろうがよ。いや、そんなね、基本なんかいいんですよ。なんだよ。僕のぶつかり稽古を見てくださいよ。なんだよ、お前。親方の胸貸してください。お前、言うことだけ言っちまえだな。よー、じゃあ、空手で教えてやる。来い。うん、気持ちが悪いんだよ、お前。なんだ、お前、こだりな。あったかい。あったかいじゃねえよ、お前。目だとか、お前、それやがって、この野郎、お前。舐めてんだろ、やっぱり、お前。あ、こんなんで来場所の初土俵できると思ってんのか、お前。実は、大事な話があります。だ、急に改まって、お前。言ってみろ。3ヶ月ぐらい前から、うん、足の調子が。だってあんたその吐き気はないんだよ。親方の熱心な指導を見てたら言い出せなかったんです。まったで、どこが痛いんだ。まさか膝じゃないだろうな。膝は力士の命だぞ。水虫です。早く治せよ。治せ、それは靴ずれです。 OL か、お前。タンスの角に小指をぶつけて。おちょこちょいか、お前。小指の爪がどんどん小さくなって。おばさんか、お前。うちの母親なんかもう肉眼では見れないぐらい小さい。なんだお前、余計なことばっかり言いやがって。なんでお前、大して経歴もないお前を俺が入門許可したか分かってんのか。いえ、他にも才能あるやついっぱいいたんだよ。だけどな、俺はお前のその勝利に飢えた目、それが気に入って入門許可したんだ。そうだったんですか。お前、ありがとうございます。これから気持ちを入れ替えて一生懸命頑張ります。ご指導のほどお願いします。北方ラーメン買ってもそう。漫才ということで、ね、頑張ってやっていかないといけないですけども ね、 ね、うんうんうん、いや変髪型だね。おめえだよ。なんで後ろ髪伸ばしてんだお前。どういうことだそれ。いや、これはちょっとあの家庭の事情でね。どんな事情だよ、うん、後ろ髪伸ばなきゃいけない事情ってなんだ。家庭で理由はちょっと言えない。何があったんだ家庭で。いや、まあまあいいんですけど、そんなことない。それより僕痩せたと思いませんか。まあまあ痩せた。ええー、痩せたんですよ、ありがとうございます、ね、3ヶ月で17キロ痩せました。17キロ、はい、どうやって痩せたんですか。これが原因不明。来年、うん、何もやったんやべえ、何もやったんや。だからやべえっつって。でもね、痩せないと思ってたからちょうどよかった。ちょうどいい。いや、痩せちゃってんだから。だって何も努力してない。検査一個一遍それ、違う、食事制限したんでしょあなたが。炭水化物ちょっと減らしてね、まあ、痩せたんですけどもね。いやいやいや、まあ、ありがとうございます、ね、でもね、もう本当に1年終わりますよ。早いですね。ね、本当にもう来年だったら俺43ですよ。あ、ありがとうございます。誰ですか、おめでとうも何もないでしょ、ねね、でもまあ本当43歳、まあおじさんになってきました、うん、本当にね。だからこの年になってちょっとした物忘れなんか出てくるんですよね、うん、物忘れ出てきました。だからあの道で人になっても顔は分かるし、うん、名前が出てこないみたいなのがあるんだ、あるね、実際に。あと顔全く分かんないんだけど名前だけポンって出てくる。ねえ、うん、これもあるんだ。どういう状況だよ、うん、名前だけポンって出てくるってどういう状況だそれ。あと顔も名前も出てこない。他人だよそれ。多分これは他人だもん。知るわけじゃないか。あと顔はおじさんなんだけど下半身馬、うん、ケンタウルスだよ、うん、これはあるんです、ね、どこで会ったんだケンタウルスだお前。あと顔は馬なんだけど、うん、下半身馬って馬だよね。この立てて言う必要ねえじゃねえか。よくわかんない、ね、よくわかんねえじゃねえよ、物忘れよ。物忘れです。だからよくあるのが、うん、あの昨日食べたもの急に聞かれても思い出せないみたいな。ああれ結構できないんですよ、うん、俺は食べ物はね忘れないタイプ。本当、うん、大丈夫だと思う。じゃあ昨日の朝何食べた。朝はねビリヤニですね。はいはいはい。昼何食べたんだ。ケフテです、ね、じゃあ夜は何食べた。ねじめっけチョロ。そこも知らねえなお前。何食ってんの。美味しいんですよ。ややこしいもんを食うなお前は。私はまだ物忘れしてませんから。物忘れかどうか分かんねえんだ、はい、なくてるか分かんねえんだから、ね、いや、まあまあ、そんなんじゃない、そんなんじゃない。だからちょっとは物忘れ。だから僕なんかったら同じ漫画2つ買ってたってことがあって。えっ、同じ、あれあれ、ね、あるの。だから買ってたの忘れてんだよ、うん、で読んでて気づくよね。あれこれ買ったなみたいなね。あるでしょうか。あるよ。漫画はないわ。ない漫画ないけど同じ車2台ってことねえよそんなもん。運転してる気づく。なんで忘れてんだよ。右折で気づいてんじゃねえよ。右折タイミングで気づくってなんだよお前はよ。じゃハンドルでけえなお前。トラック買ったろそれ。なんでトラックだ。で右折しすぎだろお前それ。同じところぐるぐるぐる回ってるよ。買ったなじゃねえんだお前は。気づくんですよ。いや気づくじゃない、うん、そんじゃなくて2、3回行ったことある道なのに迷っちゃうみたいなね、うん、前行けたのにあれどうだった。それはないけどね、うん、俺はたまにね自分の家帰れるときもっとやべえじゃんか、うん、それあれ
で帰り、いやだからトラックを運転するな、右折で迷うんじゃないよお前は。離島に家に着く。いやそれは着かないよ、同じところぐるぐる回ってるだけなんだからお前。家に着くわけねえじゃねえか。違う、そうじゃないよ。だから、ね、お風呂入ろうと思って便台になってバーって行ったら、うん、お湯入れてなかったみたいな、ね、ああそういうのある。風邪ひいちゃう。俺もこの間コンビ行こうと思って全裸になって行った。最後待て待てよ。いや財布じゃねえよあれ。財布全部のことに。でも車で全裸で運転をする、全裸で右折をする。どうなってんだハンドル。中入っちゃうフラフープ。フラフープみたいになってなっちゃうんだよ。なっちゃうんだよじゃねえよ。毎回やったんじゃねえか。最近なっちゃうんだよ。何の話をしてる。物忘れ。物忘れ。僕なんかこの間もありましたよ。何やった。爪切ろうと思って。あ爪あったっけ。あるよそんなもん。変えばねえんだから。あるよ。あるな。爪切ろう。あ爪切りどこ。あ寝室だと思って寝室バーってついたら、何しに来たんだっけな。あれあるでしょ。いやお前ニワトリじゃねえんだからお前。それはニワトリじゃねえか。こうやってやってたらこんなことはやってねえよ。言ってたのお前。こうやって言ってるニワトリだけどこんなことはやってねえ。ありますね。部屋ついて何しに来たんだみたいな。いやそれはないよ。まだまだない。それ俺はないですよね。普通そんなないよ。ないない。やだよ。なんでねえ。やだ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 よ。なにやだ。絶対やだよ。そんなねえ。俺何しに来た。忘れちゃってんだよ。インビテーションナンバー3、タカ&トシザ・ファンタ。どうもー、どうもー、タカ&トシです。よろしくお願いします。ねえ、頑張ってやってみましょう。姉さん漫才ねえ、僕ね子供が2人いるんですね。そうなんです、2人いるんですよ、ね、男の子と女の子がいるんですけど、いいこの下のね4歳の娘が、うん、まあ可愛いです。まあ女の子可愛いですね。うちもいますけど、まあ男ももちろん可愛いんですよ。可愛いですよ。男はねバカでやんちゃで可愛い。そうそうそう、男の子バカなんですよ、ね、でもね女の子はね、うん、利口なんですよ。確かにね。賢いですよ。賢いですよ。4歳ですよ、うん、この間もすごかった。どうした。まあ思い出しは仕方ない。まあまあこれはしょうがないですよ ね、うんうんうん、その後がすごかった。どうした。ちゃんと僕のパンツ持ってきて取り替えようとしてくれた。お前が漏らしてるじゃんかね。お前が漏らしてんのかい。そうだよ。いや、なんでお前が漏らしてん。男はバカでやんちゃだから。いつまでバカでいいんだお前よ。でも娘はしっかりしてますよ。いや、お前がしっかりしろ、もうちょっと。わかりましたよね。娘のしっかりした話をしなさいよ。で娘この間初めてね、銭湯に連れてたんですよ。いいじゃない、こういうのいいですよね。ね、うん、家では僕がね、頭洗ってあげてんのに、銭湯行ったら自分で洗うとか言って、ね。そういうの言いたくなるで、4歳以来はね。で、いつもはシャンプーしかしてないのに、その日はトリートメントもしたい。あら、どうしちゃった。ね、なんでかなと思って、パッて隣見たら、隣のお姉さんがやってた。なるほどな。お前も女風呂いるじゃねえか。なんでお前女風呂行ったよ。大丈夫、ちゃんと挟んでったの。いや挟んだから耐えれるわけねえだろ。おっぱいもあるし小太りが挟んだって入れるわけねえだろ。こうやって後ろから隠せば見えないんだよ。後ろを隠せばいいじゃないんだよ。後ろからこう3つ出ちゃうから、ね、後ろから3つ出ちゃう。そんな細かい描写はいいんだよ。えそんな描写はいらねえんだろ。ねえ、ほんとでも娘は可愛いなって思いますよ。まあ、まあ娘は可愛いですけどね、その可愛い娘もいつかお嫁さんに行くんですよこれね。それがね考えたくもないけど、いつか来ますからね。そうですよ。怖いね。でもらいに来るわけですよ。そうか、お父さんくださいっつってくるわけですよ。遺伝のある父はやんなきゃいけないからね。そりゃそうだよ。これは練習しとこう。やっとこう、やっとこう、うん、お父さん娘さんを僕にください。君は結婚するということがどういうことか分かってるのか。え、結婚するということはこの先私の面倒も見るということだ。もちろん分かっております。私は苦いものと辛いものが食えんぞ。お父さんが好きなものを用意します。熱い風呂も嫌いだ。ぬるめで用意いたします。寝つきが悪い時もある。寝かしつけます。酒も飲むぞ。ご一緒いたします。トイレに行きたいと言ったらご一緒いたします。私は面倒くさいぞ。すぐ怒るしすぐ泣くぞ。絶対に泣かしません。幸せにできるか。必ず幸せにいたします。結婚してください。意味が分かんねえんだ。私と違う。私と結婚してくれ。なんでお父さん。娘に君はもったいない。私と結婚してくれ。娘さんをください。君が好きだ。いや違う。好きだ。いや違う。好きで聞いてよ。ちょっと違う。君が好きだ。好きで分かったから。君が好きだ。なんで2種類の好きなの。強い言い方と優しい言い方、好きな方を受け止めてくれればいい。娘さんをもらえる。君が好きだ。いや違う、やめろしたんだよ。だから好きですって方やめろ。それ君が好きなんだ。いや違うよ、好きはやめろせしつこいなの。娘さんをくださいって言うの。なんでお父さんもらわないけど娘をくれよお前。じゃあもう一つやってみたら。俺がだからお父さんやるから、バシッと威厳よくやるからお前やってみろお前。お父さん、お嬢さんをください。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。お坊さん。誰がお坊さんだ。誰がお坊さんだよ。お嬢さんを僕に。誰がお嬢さんだよ。寺行ってやれんなことはお前よ。お嬢さんね。お嬢さん、お父さんを僕にください。逆ねえそれ。お父さん、お嬢さんを
お父さん、お嬢さんを僕たちにください。僕たちって誰だそれ。4人兄弟なんです。何4人でもらいに来ちゃってんだ、うちの娘。4人同時に付き合ってたんです。うちの娘が最低じゃねえかそれ。はい、最低の娘です。お前が言うんじゃねえよ。じゃあなんで結婚してんだ、うちの娘と。お前家が近かったんです。バイトかお前。より軽いな。お前みたいな人に娘あげれるか。じゃあ他の子紹介してください。なんで俺が紹介しなきゃいけないんだ。じゃあ奥さんをください。なんで俺が奥さんあげなきゃいけないんだよ。俺今日誕生日なんすよ。知らねえよお前。どういうこと切れてんだお前。めちゃくちゃだなお前。とにかく僕を娘さんにしてください。なんで娘にしなきゃいけないんだ。僕に娘さんをくださいって言う。だめだ。お前のお父さん。俺が今私と結婚してくれ。いやお前さっきのやつかお前。君に会いに来たんだ。いや違う、いいから。時空を超えて会いに来た。知らないよ。君が好きすぎて。いや違う。私はさっきの設定にいた男だ。分かったけども。時空を超えて君に会いに来た。いや知らない、わざわざ俺と結婚してくれ。俺はさっきの設定じゃない。俺は彼氏じゃない。いややめろって。だから好きだ。違う、好きだ。俺さっきのやつじゃないから。俺違う、俺今お父さんやってるから。いい年の取り方をした。いや違うのよ。あれが成長して今こうなったわけ。お父さん同士一緒に結婚しよう。意味が分かる。違うの、娘と結婚を許してくださいって言わなきゃダメなのよ。ああじゃあね、娘さんをくださいと言えよ。俺に言えよ早く。何まだお父さん粘ってんだもん。娘さんをください。どうしてそんなにうちの娘と結婚したいんだ。こんなこと言ったら気を悪くされるかもしれませんが、言ってみなさい。元カノにそっくりなんです。気悪いな。あれ、今日から新しいアシスタントの子を組んだね。うん、まだ来てないの。あ、どうなってる。すいません。すいません。えらいの来たなおい。君が新しいアシスタントってのは。本当にすいません。今日からアシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。初回から遅刻ってどういうつもりだよそれ。少しでも先生のことを詳しく知ろうと思って先生のうちに上がり込んでました。空き巣かお前。何してんだ勝手に上がり込んで。大丈夫です、大したものなかったんで。うるせえよお前、あるよいろいろ。何言ってんだ。もういいや。とりあえずじゃあ番組始めましょう。はい、本番いきます。5秒前4、3、2。こんにちは、3時間6分クッキング。長えよおめえよ。何時間やってんだお前。3分だ3分。3分クッキングです。はい。それで今日は何を。今日はね、カレーを作っていきますよ。え、私さっきカレー食べてきちゃった。知らねえよおめえの事情は。なんでお前に合わせなきゃいけねえんだ俺は。食べたんじゃなくて飲んできたんです。デブかお前。デブの発想じゃねえか、カレーが飲み物なんて。カレーいきますよ、はい、美味しいカレー作りますからね、はい、やっぱりカレーはね、大人から子供までみんな大好きですからね、うん、2ヶ月前に別れた彼も大好物でした。さあそれじゃあね、材料の確認しましょう、はい、まずはこれ北海道産のジャガイモでございますね。彼も北海道出身だったんです。さあそしてですね、こちら人参でございますね。彼は人参嫌いだった。うるせえんだよおめえよ。何失恋話につなげてんだいちいち。この野郎。大丈夫です、私立ち直りました。いや別に励ましてねえよ俺別に、はい、忘れろそれは。今仕事に集中してくれよ。じゃあ材料確認もう一回しますよ、はい、ね、これが玉ねぎですね。はい、はい、でじゃがいもですね、はい、こちらの大きなじゃがいも。誰がじゃがいもだとね。何してんだこの野郎お前は、はい、こういったものを入れていきますからね、はい、そしてチョコレートも用意しました。はい、はい、チョコレートは隠し味に非常にいいですからね。え、合間にかじるんです。完食かお前。何チョコかじりながら番組やってんだこの野郎。入れるんだよ隠し味で、はい、じゃあ早速ね作っていきたいと思いますよ、はい、それでは先生下準備の方お願いします、はい、はい、まずはですねこの人参をさいの目に切ってってくださいね。ちょうど奥歯ぐらいの大きさですね、そしてねこの玉ねぎの皮を剥いてってください、ね、足の裏の皮を剥くように。はい、そしてこのチーズを粉状に削って頭のふけぐらいで、ね、汚ねえんだよおめえよ。下手くそか例え。食いたくないわそんなもの。なんだお前は。ちゃんとやりなさいよ。あの細かく刻んだ野菜を鍋に入れて火をかけますね。はい、はい、そしてですねあらかじめ炒めといたお肉をですね鍋に入れたいと思います。お肉を出してください。はいはい、こちらをですね。あれお肉が減ってんな。何ですかね。おめえ食ったろこの野郎。おい何食ってんだ材料。毒味です。毒味じゃねえよお前。何やってんだお前。食うんじゃないよもう。もういいや。はい、じゃあこれで、お鍋にお水を入れていきます、はい。さあ、はい、ここからでございますよ。ここで先生のマル秘レシピです、はい、はい、隠し味にですね、はい、醤油を少々。醤油ですね、はい、はい、そしてす、はい、った生姜を少々。はい、こちら生姜。はい、はい、そして最後に日本酒を。はい、飲んでんじゃねえよお前。なんか分かりやすい、分かりやすいなおい。分かりやすい酔っ払いかお前。これアップじゃねえよお前この野郎。何飲んでんだお前は。もういいや。でですね、ここでルーを入れます。ムーンにフィット。大芝かお前。なんでルー大芝やったんだ今。カレーのルー入れんだろうがよ、はい、うん、
カレーのルーを入れまして30分ほど煮込みます。はい、はい、こちらがですね30分煮込んだものになります、はい、こちらですね、はい、そしてこちらが、お皿に盛ったものになります、はい、そうですね、そしてこちらが、食べ終わったものです。走りすぎだよ。いいんだよこんなことしなくてよ。煮込んだものだけでいいんだ。しまえよこんなものお前は。はい、すみません。はい、じゃあね、煮込みましたんで、はい、だいぶ良くなってきたから、じゃあ、開けてみましょうか。開けてみましょうか。うわー、この続きは CM の後。バラエティーか、お前。この後、カレーに何かが起こる。バラエティーかって言うんだよ。続きはまた来週。バラエティーかって言うんだよ。はい、ということでね、UM1 ね、勝手に今、決勝でございますよ。決勝ということでね、もう頑張っていただきましょう、頑張っていただきましょう、張り切って。そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから、いい年ですよ、ね、子供なんか欲しいなと思います。あ、子供最近見たらもう可愛くてしょうがない ね、双子可愛いよね。あ、双子可愛い、ザタッチとかオスピーさんとかね。そう言われると考えちゃうじゃねえか、お前。そうだと俺三つ子がいいよ、お前。あ、三つ子、俺600つ子欲しい。買えるか、お前。おたまジャックしか、何がだよ。手と足入ってきてんの。一番気持ち悪い時期じゃねえか、それで、お前。一番気持ち悪い時期。やめてくれよ、そんなの。俺はでもね、一人でいいと思ってる。あ、一人でいい。だってさ、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うんだよ。埋めねえよ。じゃあ、おかかで。いや、おにぎりか、お前は。誰が埋めねえよ、つったんだよ、お前。埋むことできないよ、つったんだよ。おかしいだろ、会話の流れとして、お前は。何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん、よく言うじゃないですか、一姫二太郎三ナスビ初夢か、うん、ナスビいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。おで、その子が大きくなって女になってほしい。特殊かお前。大変だぞ。そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないと。それは俺は回るよ、それは。あ、そう、うん、まあまあね。あと、あの名前なんか決めるの大変だよ。名前俺もう決めてるけどね。決めてんの。うん、男だったらドクマムシ。特殊かお前。三大湯にしとけ、せめてよ、お前。女だったらイボンヌ。特殊かって。だからイボンヌってどんな字書くんだよ、お前。胃袋のイって書いて、うん、イボンヌ。特殊かお前。読めるか、そんな当て字。読めなくねえだろお前は。いやでもいいですよ。でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね。ほっぺがプニプニですから、ね、そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなるんですよ。特殊かお前は。泣かそうとすんじゃないよお前、ね、あと赤ちゃんの足の裏をこちょこちょってると赤ちゃんがふわって笑うんですよ、ね、泣かしたいね。特殊かって。だからお前、泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れるとキュッて握るんです。あー、泣かしたい。特殊かお前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや当たり前だろそんなもん。何を対抗してんだ赤ちゃんに、お前は。俺だって握れるよギュッと。 みんな握れるわそんなもん、お前は。俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよそれは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ俺は。負けだよお前の、ね、何なんだよ。可愛いでしょ赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってごらん。パーパパーパ。水砂漠かお前。どこで教えてんだ俺よ。部屋の中で教えてるわちゃんと。はい、パーパ言ってごらん。パーパパーパ。パパ喋っちゃったよお前。はっきりしちゃ、いやサンダーバードじゃねえかそれじゃよ。いや動かなくていいよお前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろうがよおい。しかも清水明バージョンってなんだよそれ。いまいち分かんねえよそれ。もういいんだよ、やるノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよお前は。はい、パパだよ。パパパ言うの。パってくらパパパパパ、そうそうそう、パパパーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか発音まで。こんな赤ちゃん嫌だわお前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いやそりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ。親父は心配しちゃうからね。そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいたら、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい、化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよそんなの。だからってお前、自分の息子は化粧してると思ったら。特殊か俺。息子かい。え、女の子、女子高生。え、女子高生です。特殊かお前。何がだよ。こんな女子高生いるかお前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいや、これは漫才気持ちが悪いよお前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがないお前。女子高生、俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかお前。橋田須賀子見て頭しやがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるからお前えなり君。なんで渡る席にやんなきゃいけないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃねえか。10点のモノマネでよくできんだそんなもん。え、そんなんじゃないんですよ。まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね。そうな、男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おいババ小遣い値上げするれ。なんて口聞くの。42にもなって。特殊か俺。なんで42で小遣いせびてんだお前は。15、6だよ。
なんなの、としかずそのだらしない制服の着こなし。うるせえな。ズボン下げすぎじゃない。なんだ恥ずかしくないの、ティーバッグ丸見え。特殊か俺、お前なんでティーバッグ履いてんだ。これ母さんのティーバッグじゃない。特殊かお前も。ほらやっぱりうんこがついてる。いや汚いなお前。なんでうんこついてんだお前は。よそんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなって親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア、何部屋勝手に掃除してんだよ。おい母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ、としかず謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の利き方。うるせえんだよ。としかず謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口聞くんだとしかず。うるせえな、俺がなんで謝んなきゃ関係ねえだろうがよ。母さん大丈夫か。大丈夫だけどか。でもややこしいわ。なんか何役やってんだ俺。これぐる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 役変えんなよお前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。ああそうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよお前。戦争の厳しさ。いやさっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだあのじじい。あんな悪じじい。いいんだよ。とにかくそういう暴れ出すんですけどね、うん、暴れ出すんですよ。他にもねやっぱり最近多いのはね、うん、引きこもりですよね。ああ引きこもりはね大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする、自分の子供が引きこもったりしたらお前。いやそれはね俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどん、おい出てこい。やだ、ね、何やってんだ。出てきな。違う。やっと出てきたな。いや違う、話聞いてた。いや話の中で何やってたんだ部屋で。いや何やってたんじゃなくて、こもりっぱなしで。いや違う、俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何意味わかんない。いや意味わかんないじゃなくて、父さんは俺だろ。いや違う、一回頭おかしくなったのか。いや頭じゃ、母さん病院に行け。話を親父に向かって電話したな。いや親父じゃねえんだよ。一回待て、一回役から出てこいお前。一回出てこい、話になんねえから。どうして出てこいっつうの。お前役、ま、いやもういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ俺別に。いや出てきてんじゃないよお前すって。役に引きこもるんじゃないんですか。違うよ、俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あでも大変らしいよ、引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫、俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。頼むわ。高弘出てきなさい。ダン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 。ガチャパパ。いや出てくんじゃねえよお前。パパ。パパじゃねえよお前。パパ遊ぼう。いやパパ大好きっ子じゃダメなんだよ。パパ出てきたの。いや違うんだよ。やっと出てきたの。パパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから。僕に引きこもれって言う。いやそういうことじゃねえんだから。引きこもりの楽器をやれっつってんだろてめえ。てめえ。いやてめえだ。痛いよパパ。いや違うんだ、だからパパ大好きっ子じゃなくて引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから引きこもっとけ。どんどんどんじゃパパ出てくんな。いやだから違う、だからひどいよ。や僕はパパが好きなのに。だから役から引きどうして暴力を振るうのパパ。うるせえな。あパパもう拉致はおかねえわ。違う、パパのことをあまり好きじゃない子供をやって。こんなにだから出てこいてパパ。あのパパ、お前パパしか言ってないけど俺いろいろな言葉言って疲れてんだ俺。もうヘッドヘッドだ。お前はパパでいいかもしれないけど。いやだから違うんだよパパ。いやもういいよ気持ち悪いな。もういい、サンダーバードじゃねえんだよこら。おい、なんでそれだけノリノリなんだお前よ。じゃあ引きこもりの子供で俺が引っ張り出すからガチャガチャやらして。なるほど、分かった。疲れるわお前。どんどんどん開けなさい高弘。ガチャガチャ開けろ、ガチャガチャ開けなさい。横かよお前それよ。俺が恥ずかしいじゃねえかお前、横に引くドアどう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 って。なんだよやってんだお前。いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないで。ほら母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の顔甘く煮たやつ。特殊かお前。何食ってんだうちの家族よお前。なんだよお前、唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校で何かあったのか。いじめられてんだ。いじめ、誰んだ。教頭先生。特殊かお前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かもう。学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか。どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊かお前。どんないじめだよそれよ。上司が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特集か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうもどうも、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。ねえ、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきますけども、トップバッターですか。頑張ってやっていきましょう。2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか。いい年でしたよ。先ほどもね、先ほども言ってもらいました。
先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも。そうですね、我々2人も。ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。そう、すげえよ、お前。ほんと。しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ。お世話になりました。言うわけねえじゃん。ほんとなんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら。嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね。うちだってね、1ヶ月で。肝が座ったんだ。やだよそんなの、肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ、じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院です。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は。本当のような嘘の話なんですけどね。嘘なんじゃなきゃ結局、お前時間は返すよ、お前。でもね、可愛いですよ。子育て大変大変って言われましたけどね。めちゃくちゃ可愛い。全然大変じゃないね。まあ今はね、もうよちよちやってるだけですけどもね。そのうちでも小学生とかがあったら大変だよ。何が？だから子供同士で喧嘩して。で、相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ。それあるだろうね。向こうのうちにね、親だから、謝りに行かないといけないよ、お前。いや、それぐらいできますよ。できる？我が子のためだったらいくらでもある。ちょっとやってみよう。はい。ピンポーン。はい、どうぞ。こちら、失礼します。あー、どうも。この度はちょっと。いやね、本当に申し訳ない。まあ、まあ、わかるんですけど、子供がね、やったこととはいえね、その、どうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろ、お前。どういうことだよ、それよ、お前よ。豚でも飼ってた？豚なんか飼ってねえよ、お前。相当臭いだぞ、それ。お前、誰が豚の匂いだ、この野郎、お前は。そうですか。謝りに来て人んち臭いってどういうことあんの？申し訳ございません、本当に。うちの息子は、あんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた？そうだよ。何かの間違いじゃないんですか？あざもあるよ、ちゃんとあったく。本当に蹴ったんですか？蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず、目をついてからタックルに蹴った。どんな教育してんだよ。格闘マシン育ててんのか、おめんとかよ。蹴ったんですか？そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タグ。うちの息子はね、ポケモンのことになると、周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまう。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか？もうってね、ボコボコにしてやる。やりすぎだよ、それ。いや、それはそれぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出して。子供っつってもね、うちの息子も32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。もうボコボコにして。32のおっさんか、お前。何ポケモンカード取ってんだ、お前。筋トレ変わるもんじゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、そういうことじゃねえ。子供から取んなっつってんだ、お前。いや、どうすんだ、お前、ったく。本当に。これ、つまらないもんね。いや、そういうつもりって言ってんじゃねえか。いや、ほんと、こっちの気が収まらないんだよ。なんだよ、お前、全然喋れてねえな、ったく。収まりませんので。あ？こっちの気が収まります。何なんすかこれ。スーパーファミコンいらねえよ、お前。明らかに使わなくなったもんじゃねえ、これよ、お前。じゃあ、これ、お口直るかどうか分かんない。いや、私、お酒は飲まないんですよ。脳酒です。いらねえ、つよ。あ、いや、生きてんのかよ、バカ、話すな。人んちに脳酒をお前、話すな、バカ、お前は。もう、これ、ちょっと、手持ちが少ないんですけど。いや、一番おかしいでしょ、これ。裸で現金っておかしくないですか、これ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ、お前。何持ってきてんだ、お前。いや、乗っけんなよ、人の頭に。乗っけんじゃねえよ、お前。これ、何してんだ、お前。むちゃくちゃか、お前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うな、お前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわ、お前。俺が大人の対応見してやる。ピンポーン。はい。すいません、ミラの父親でございます。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいや、いいんですよ、子供同士のやることに。いやいや、そういうわけにはいきませんので、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよ、お前。しっかりしてんな、お前。いくつだ、おい。32です。30のおっさんじゃねえか、お前。ポケモンのさっきのやつかよ、お前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。